はい、こんにちは、野口浩太です。渡辺翔太です。はい、翔ちゃん今何をやってるかというと、翔ちゃんの家に電子ピアノを運んでますね。はい、運んでますね今とうとう、はい、リアルタイムで運んでます。ねえ、ね、どうなの翔ちゃん、まさかこの急展開。昨日もう、まあ、ちょっとね、古い友人と話してたんですけど、一体あなたは何やってんのって言われましたよ一から説明するとちょっとややこいんだけどって、うんうん、楽しんでやってるよみたいな。バレてんだ。バレてます、バレてます。何やってるか、はい、なんか、2日ぐらい前に、あのインスタフォローされて、あれなんでバレたって思って、で昨日会ってたんで、その友達と、見てよインスタって、はいはい、え、何やってんのって言われて、まあちょっと説明すると、どっちが先になるかわかんないけれども、ドナーというね、はい、あの海外メーカーの電子ピアノがね、はい、ちょっとゲットして、そうです。で、それをレビューしましたね、はい、僕たちね。レビューしました。はい。で、そのレビュー動画は別で出すんだけども、そのレビューした電子ピアノは、翔ちゃんの練習用として使うわけですよ。ありがたい、ありがたい、ね、本当に、ね、これで練習がいつも今までは、週1回の練習を、コータさんの家で やらせていただいてて、それプラスたまにあのご自宅に、遊びに行かせていただいた時に練習してる、まあ、月週に2回やれればいい方かなっていう感じの練習量だったんで、それがねようやくもうちょっと練習できるようになるんで。ガンガンじゃん、もういやいや、ゴールが近いんで。12月に弾くとかっつってさゴールが近い。9月からレッスンが始まってるんだよね。そうです、9月、ちょうど1ヶ月ですね今。あ、もう1ヶ月か、はい、1ヶ月経ったんだ。そうなんですよ、ね、初めて。だからさ、1ヶ月前まではまさか自分家にピアノを置くことになるなんていうのは、はい、いやいやいや、思ってないですよね。思ってないわけだよね、はい、そう。どうですか皆さん人生何が起こるか分かんないですねそう、どう、でもこの今の心境は。いやいや、別に純粋に普通に楽しんで今は、今はね、今は今は楽しんで、はい、ありがたく演奏させていただいてるんで、はい、はい、ねえ、はい、めっちゃ面白いです普通にちょっとさ、なんかどうなんだろう、僕はですね、はい、まあそれをこう教え、まあ教えてるのはカズン先生だけど、はい、そうですね、そのなんかまあちょっとマネージメントみたいな立場で、いるわけじゃない、はい、でまあ初めてやってる人を、まあちょっと応援する立場なわけよ、はい、ね、で割と僕その仕事柄というか、はい、そのまあ翔ちゃんは今41歳だけど、はい、まあ似たような年齢の人もいればそうじゃない、まあ、もうちょっと上の人とかもいるけども、はい、まあピアノを大人から始める人の応援する立場になることは多いわけよ、はい、ただ僕自身が何か新しいことを始めようっていうことは、はいはい、今のところやっぱそんなないわけよ、はい、そういう意味では、はい、その、まあ、ピアノの先生としてはプロだから、はい、そりゃこの導いていくっていうのはさ、はい、当たり前の仕事としてさ、はい、こうやれるわけだけども、はい、やっぱりこう普段の仕事がありーの、はい、生活がありーのの中で、はい、これだけこうウエイトを占めるものが、そうですね、ちょっとドンとこう乗っかってくるっていうのは、はい、どういう感じなのかなっていうのが、いや、まあ今はまだなんですよ、別に仕事でもないから、うん、趣味の延長なんで、うんうん、楽しくやらせてもらってるから、うん、別にそこまで負担感はない、はいはい、まあもちろん緊張っていうか、はい、ゴールが決まってるから、はいはい、意気込みなんていうの、緊張とか、はい、プレッシャーはあるけど、うん、でもそれ以外は別に普通に楽しく、はい、なんか分かりやすいですよね、うん、あ、なんか昨日より今日じゃないですけど、はいはいはい、あ、ここ、はい、なんかできるようになったかもとかっていうのが、あ、そうそう、だから大人の趣味としては本当にめちゃくちゃいいなって思いました、うん、普通に純粋に、はいはいはい、やったらやった分だけどことが感じられるみたいな、ね、そうです、そうです、そうです、うん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 、あれこの間まで左手なんて絶対無理だと思ったけどみたいな、今日ちょっとあれ左手いけるかもみたいな、あーなるほどね、そうです、うん、まあそれプラス翔ちゃんに関して言うと習い事というもの自体が、そうそう、ね、ほぼほぼ初ですね、はい、そうそう、その心境はどうなの、うん、まあまあそれも、うん、そうですね、まあまあ別に、まあ習い事って言ってもね、今もうね、うん、別にあの、うん、ねあの仲間でやってるから、
そんなに、そう、あんまり習い事感もないし、まあ、そもそも論、まあ、ここ友達だし、はい、そうそう、まあ、和明くんもね、そう、友達だから、そう、すげえ巡り合わせだな。いや、本当そうそう。いや、マジで本当にそうなんです。そうだね、遊びの感覚だもんね。そうそうなんです。まだ、そうそう、全然遊びの感覚。うん、うん、うん。そうなんだよな、はい、でもとはいえやっぱりその通常の仕事生活の中に一つこのボンとこうなんかいきなりボンとそうですねそうでしかもゆっくりとじゃなくて、はい、急発進なんですよ。急発進じゃん、はい、そう最初ゆっくりだったような気がしたんですけど、うんうんうん、気がついたらそうだよね全力疾走しないとゴールできないぐらいの12月14日に引くっつってんだろみたいな、ね、そうなんですそうなんですよどうですか皆さん同じ心境の方々ね、僕尊敬しますよだから、うん、で皆さんお仕事がお忙しい中でまああとさあの子育てとかされてる方も、ね、まあもちろんそうですよ ね、うん、いるともうすごい偉いこっちゃなわけじゃん、うん、そうそんな中でこのピアノの練習もするっていやちょっと考えられないなんか新しいこと始めてみますかいやいやどうしよう音楽じゃない何かをね、あそれで言うと僕そのスイミングをやりたいって言ってんの、あそうなんですね言ってんのそう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 言ってんだけどいやーねえ時間の捻出はいあでも大人は多分そこですよねネックになっていくのどうしても、うんうんうん、時間のを作るっていうことをしないと、うんはいはい、その作業をしないと絶対に作れないじゃないですか、うん、日々の時間にそういうことね、うんうん、そういうことなんだよないやだから僕の場合はレッスンとかでも別に自宅で練習とかしなくったって楽しめるし、うん、ちゃんと弾けるようになるレッスンはできるよって言ってんだけども、うん、まあ翔ちゃんはね、まあ、決まっちゃったから目標がね、うんまあ、そこのところがちょっと違うんだけどとはいえやっぱりこのレッスンに通うっていうこと自体もね、うん、そうですねそうねえ皆さんまあでもそれだけで言えば、うん、本当に教室に行くだけで多分弾けるようにはなると思います、うん、時間かければ別に、はいそうだよね絶対いけると思います、うん、僕だって今までそうなんで、うんはい、現状が、はい、この1ヶ月は確かにそうそう譜面すら読めない指、はい、ピアノ触ったことなくても、うん、ディリリリリリのあそこまではいけるようになったんで、はい、だから、うん、ゆっくりやって自分のペースでやれるんだったら、うん、絶対弾けるようになるし、はい、好きになれると思うのは間違いないと思いますね、うん、なるほどね、はい、でそういう意味ではさそのまあ、ただピアノを弾けるようになるっていうだけじゃなくて、うんはい本番というものをいきなり抱えた身分なわけじゃない、はいはい、そうですねその心境ってどういう感じなのいやいやプレッシャーしかないですよあプレッシャーなんだプレッシャーですプレッシャーなんかこう夜いきなり思い出してこう震えるとかあるいやいや震えはしないですけど、うん、今までだってなんかは、まあ、まあ発表、うん、練習の成果を発表するって行為をしたことがないかもしれない人生においてそういうことなんだよね、うん、多分 そうですね、それちょっと聞きたかったんだよね、うん、だから習い事っていうそういう意味でですよねやってないからそうですね部活動もやってないし、うんうんうん、練習した成果を発表するっていう行為はないかな、はい、なんかねまあまあ、うん、そうですねないと思います、うんうん、日々の成果をお披露目するっていう場はなかなかちょっとさすごくないそれ、うん、いや、うん、すごいと思いますだから、ね、どうなっちゃうんだろう渡辺翔太、はい、どうなっちゃうでも自信につながると思いますよね、うん、多分これではいはいはいなんか練習したら変わるんだとか、はい、ああなるほどね今までまあいろんなことにおいて結構ぶっつけ本番っていうか、はいはい、まあなんとかなるわみたいな感じで、うんうんうん、で小手先でなんとかなってきているから人生が、はいはいはい、そこに今まで練習っていうことあんまりしたことないし、うん、はいはいあそれあるかもね、うん、それが今回は日々の練習の発表する場なんで、はいはい僕ね、勉強ができない子供だったの、はい、そうで、まあ、小学校5年生の頃とか、はい、もうすごいもうどん底にやばくって、はい、でも全然なんか、勉強しなさいっていうような親でもなかったわけ、うんそうまあ、とはいえ結構やばいよねっていう状況で、はいまあ、担任の先生とかもすごい心配されてたんだよ、はいはい、そうでそんな中、まあ、小5がそんな感じ で、はい、で小6ですごい無謀なコンクールに挑戦したわけ、はい、ピアノの、はいまあ、そこら辺のどれだけ無謀だったかっていうことは、はいまあ、ちょっと今は省くけど、はい、そうで、まあ、結
か、あの全国大会まで、あのね、夏に予選があって、はい、その地区予選、地区本戦で全国大会って、はい、まあ、8月から12月にかけて、はい、で、8月の予選に向けて、まあ、4月ぐらいからやっていくからさ、はい、まあ、その学年の始まりとともに、はい、もうその、12月までこうやっていくわけだよね。はい、で、それでもうやっていき、まあ、予選突破、地区本戦突破ってするごとに、学校の勉強のその成績が上がってった。別に勉強を頑張ろうとか、はい、そのなんか無理に頑張ろうとかっていうことはなかったんだけども、うん、はい、あとその引っ込み思案な子だったのね、はい、誰も信じてくれないんだけど、うん、確かにめっちゃ引っ込み思案で、はい、まあ、それちょっとまたあの詳しいことは話せる機会があった時に話すけど、はい、なんだろう、友達とかにあんまり声かけられない子だったんだよ、はい、そう、でそういうのもだんだんなくなってったんだよね、はい、そのピアノのコンクールっていうものをそのやっていく中で、はい、そうそうそう、だからなんか翔ちゃんじゃあ、まあ、もともとさ、全然その人見知りとかそんなんじゃないじゃん。僕、いや、僕人見知りっすよ。あ、そうなの？僕、劇人見知りっす。全然そんなふうに思ってなかった。劇人見知りです。あ、マジか。はい、あ、そうなんだ。仕事っていうフィルターかかってないと、はいはいはい、誰かと話すこと苦手だったんですけど、ほんとここ1年ぐらいです。あ、そうなの？あんまり気にならんくなって、その、なんていうの、飲み屋の隣の人と普通に話せるようになって、はいはい、もうほんとここ数ヶ月。この間言われましたもん、友達に、うん、だいぶそんなことする人だったっけって。何それ、そういう感じなの？いや本当そうだ、仕事だったら別に全然いろんな人と話せるし、うんうんうん、なんか気張ってるから全然問題ないんですよ、うんうんうん、初対面の人でも全然お話しするのは苦手じゃないですけど、はいはい、プライベート別にそんなに。あ、マジか。そうなんだ、はい、でも変わったと思います、うん、この半年ぐらいで。ほいほいほい。じゃあさらにそこに来て、うん、ピアノというものが加わって、そうそう、はい、この渡辺翔太という人間がだいぶ変わってきたと思いますよ。傍から見ても多分変わったなって思うと思います。はあ、ちょっと楽しみだね。そうしたらね、そうそうですよね。12月14日ここ過ぎたら、はい、どうなってるか分かんないだね。どうなっちゃうんだろうね。ちょっと面白いね、はい、今さ、翔ちゃんもあの自分の YouTube を始めて、はい、まあ、今はさ無編集で、うん、いろいろ練習だったりとかレッスンの風景をそのままポンってこう乗っけてるだけだけども、はい、まあ、きっといずれなんかこう喋り始めたりとかするかもしれないしそうですね、変わるかもしれない。自分史とか語り始めるかもしれないし、はい、ね、ちょっと楽しみだね、はい、まあ、だからさ、ピアノを弾くっていうことがこの単にピアノを弾いてるっていうだけのことじゃないんだよね、うん、まあ、そうですね、今回に関してはそうだと思います、ね、うん、いろんな人と関わったりとか、うん、新しい刺激があって、うんうん、でやっぱり自分自身でやらないといけないじゃないですか。そうだね、ゴールがあるから、う、ね、うんうんうん、なんかその辺もやっぱり、ね、うん、メンタル的なのはだいぶ変わったと思います、はいはい、わかる。これさ、だから一応目標として12月に弾くって決めてるけど、はい、その弾くっていうのはさ、もちろん弾く行為は自分一人でやるけれども、うん、はい、集おうぜって感じじゃん、はい、だからそのピアノを通してみんな集まってコミュニケーション取ろうぜっていう意味で、こう、まあ、なんていうのかな、このグループじゃん、はいはい、グループだけど、ピアノを弾くという行為自体はめちゃくちゃ孤独な行為だったりとかもするじゃん、はいはい、このバランスちょっと面白くない？そうですよね。ね、確かに。そう。だから、なんか、こう、みんなと楽しいコミュニケーションをするために、孤独で頑張るみたいな。なんか、すごい相反する、はい。これがさ、スポーツとか、うん、あの、なんか、なんていうの、チーム戦のスポーツとかだったらさ、はい、もちろん自己鍛錬とかさ、はい、そういうのも、起こってくるかもしれないけども、基本的にはみんなで練習しようぜとか、ね、サッカーとかさ、はい、ね、だけどピアノってそういうわけにいかないじゃん、はい、いや、そうだと思います、ね、本当にこれちょっと面白いね、うん、ひたすら淡々と一人で練習、うんうん、黙々とですもんね。ね、そう、でもそれもじゃあ目的は何って言ったら、うん、みんなとそれでコミュニケーションするためにってい う、 いや、 そうですね、はい、いや、面白いね、ちょっとね、うん、あ、で皆さんもね、同じような境遇の人たちがたくさんこの動画は多分たどり着いてると思うので、はい、ぜひぜひ、あの、つながりましょうよ、はい、ぜひ、ね、福岡で、ね、で、うん、コメントくださいよ、はい、ね、そしたら翔ちゃんがすぐ返事しますよ、はい、まあ僕もするけど、はい、ぜひぜひ皆さん、うん、ということで、今は今日は10月
10月8日、9日、10月8日、はい、であと、まあ、ちょうど2ヶ月って感じだね。2ヶ月間でこの翔太という人がどういう風になっていくか、はい、ね、皆さんご注目ください、はい、ということで今この電子ピアノを運ぶ会運ぶこの車の中からお送りいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございまし た。高評価ボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。